皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは幸運と不幸は振り子のバランスということについてお伝えしていきたいと思います。いろんなシーンにおいてですね、わ私ってラッキーが続くっていうふうにね思っていて、逆に私ってなんでこんなに不幸なんだろう、なんでこんなに悪いことばっかり続くんだろうっていうふうに思う方、そのシーンによっていろいろあるかもしれないんですけれども、基本的にはですね、幸運と、不幸、幸運不運とか言ってもいいし、幸せと不幸みたいな、ね、感じで言ってもいいんですけども、量って一緒だっていうふうに言われてます。ですからそのバランスっていうのは振り子を想像してほしいんですよね。振り子ってすごく勢いがついて右とかに振った分の、慣性の法則みたいなところなんですけど、右側とかにすごく振り切ったら同じだけ左側に振りますよね。小さく右に振れたら小さく左に振れるので、真ん中があって右左にすごい同じだけ振っていきますよね、振り子って。だからものすごい幸運とかがあったら、ものすごい不幸があるっていうわけじゃないんですけど、それと同等に見えるような残念なことも起きる可能性があるというふうに分かっていると、だいぶこう気持ち的にね楽になりませんか。はい、幸運の量っていうのは人生でねもらえる幸運の量は決まっているとかっていう言葉もあるようにですね、幸運不運は振り子のバランスっていうことは、不幸ばっかりがあるわけでもないし、幸運ばっかりが続くわけでもないっていうことです。ただ一つ言えるのが、その一見人から見て不幸に見えることもですね、本人がそれを幸運だと思えれば、それで幸運っていう幸運気質の方にばっかり思考が振られていくことによって、全部が自分にとって別に悪いことじゃないっていうふうになるケースもあります。ですから人が決める幸運不運じゃなくて、自分の中で、幸運と、不幸っていう言い方ちょっと変なんですけどね、そこを分けると、まずはね基本振り子のバランスだっていうことが分かっていれば、一見不幸に見えることをどういうふうに幸運っていうふうに考えられるか、後付けでもいいから。だからよくね、うまくいってる人の思考って、どんなことがあっても、とりあえずラッキーとかね、これは良かったとか、俺ってラッキー、私ってラッキー、ついてるついてるとか言うっていう話とかね、よくありますけど、まずは口に出して言ってみようみたいな、そういう話ね、よくあります。で、私も自分でそこを意識するようになってから、だいぶ全てがいい状態になっています。全てがいい状態っていうのは、一見悪そうなことが起こっても、その中に私にとっていいことはあるんだろうかっていうのを探して、その理由を自分でそうだそうだっていうふうにね、納得するようにしています。例えばですね、新幹線とかね、遅延とかあるじゃないですか。で、目的地にうまい時間にね着けない、例えば少しね時間の余裕だいたい見て私は移動しているんですけれども、その現地でのね少しこう心を落ち着けて準備をするっていう時間が減っちゃうわけですよ、遅延によって。で、そこで例えばイライラして駅員さんに当たったりとかしても、電車って動かないんですよね。であれば、じゃあ会場で準備しようと思っていたことに近いことをこの電車の中でできないかとかいうふうに考えるとか、公演とかね、そういう場合にはその原稿をもう一回見直して、もう現地ではいきなり喋っても大丈夫なぐらいのところまで持ってこうとか、あとは例えばその誰かね手伝ってもらえるような人がいるような形で、その方が現地に先に入っていることができるような場合には、その方に指示を出して、自分は遅れるけれどもここまでやっておいてほしいというお願いをね電車の中でするとか、いろいろなケースを想定して最善を尽くすっていう形で考えると、アクシデントはあったにしてもですね、その場で組み替えていく、その場で対応していくっていう考え方を持つようにしておくと、どうにかなります。だから準備を完璧にするっていうのはもちろん必要なんですけど、完璧な準備が崩れた瞬間に気持ちまでガタガタになるっていうよりは、準備はするんだけれども、最悪こういうケースはこんなこともあるかなということをうっすら考えておくっていうことと、
あとは何か本当にトラブルが起こった時に慌てない、何か方法はあるはずっていうことでね、考えていくっていうことをすると、それは全然不幸ではなくなるわけなんですよ。ですから、まず基準値、基本として、不幸だと、もしご自身が思っている方がいたら、幸運と不幸の量は一緒で、不幸すぎることが続いているんだったら幸運があるっていうふうに思ってほしいのが1点と、あと実は本当はもう幸運が来てるのに、目先っていうか自分の思考が不幸体質だと幸運が幸運に見えなくなっちゃうから、まずその考えをね変えてしまう方が楽です。だから起こり得ることは全て自分にとっていいこと、チャンスなんだ、ハッピーなんだっていうふうに変えるだけでも随分ね考え方変わります。はい、信じられないかもしれないけれども、やってみてください。そうすると結構全部がうまく曲がり始めます。はい、ということで今日は振り子の法則についてお伝えしてみました。それでは。